続きましてグッドリッチ、そしてアペックス、オグラン、クラッチ、プロジェクトミュー、わーすごい、これコルベットか、いろんなのありますね。あ、サードさんのね車、本当にすごいですよ、はい、どのイベントにも。いや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 、もう本当だって代表社長じゃないですか。同じじゃないです、同じじゃないです。僕はほら中小企業。いやいや、同じですよ。ちょっとサードさんの 車あれ YouTube 出しましょう。これサードさんのコンプリートか、どこが変わってるか教えてください。もう全部変わってます。もうフルエアロですよね。だってバンパーも変わってるし、片側 55mm ワイドになってて、かぶせてますから。本当はだからこの辺よ、この辺。あー、なるほど。この辺です。サードさんっていつもすごいのやりますよ。これね、これで売ってるんですよ、車ごと。あ、車ごと？車ごと売ってます。え、で、いくらなんですか？これ、1400万。もう全部やってます、全部。新車で持ち込んでもらうか、まあ、あとは中古車持ち込んでもらうか、どっちかです。はい、新車ってことは車高調とキャリパーと、ガリパーも変わって、あとはマフラー変わって、タービンもハイフローついてて、うーん、すごいですね。でもサードさんはもう最近もそうですけど、 GR86 もそうなんですけど、こうマフラーが、ね、特徴的で、スタンのね、はい、うん、すっごい軽いマフラー作ってて、で、あとほとんどの車にキャタライザー、サードのキャタライザーってまず検索していただければ分かるんですけど、今やはりこう触媒がない中で、こうなんていうんですかね、スポーツ触媒の一番最初にね、こうトレンドを作ったのがサードさんですから。でサードさんでいろいろ検索してください。インジェクター、燃料ポンプ、デリバリーパイプからもう何から全部やってますからね。もうやってないのないってぐらい。これもうウィングもね、はい、おとなしいけど。そうなんです。近藤さんのすごいところはレーシングチームも今代表でやってますし、サードっていう会社の代表もやってるんですよ、はい、で僕ももちろん問屋さんやってるんですけど、まあ逆にいないんですよ、大きい会社 でレーシングチームの GT500 を持ってるチームがまず少ないわけですか ら、はい、だからトムスでいうタチさんなわけです、僕らは本当はだけど自分で運転してきて、だから本当レースでは隣でバチバチのやつをやってるんですけど、商売だったらすみません、今月こんぐらい買いましたって。サードさんもレースではバチバチなんですけど、僕もあの脇坂さんを踏まえてね、いろいろとやらさせていただいてるんで、今後ともよろしくお願いします。暑いよ、あれほらうちのレースクイーンじゃないですよ、うちのレースクイーンじゃないですよ、今日の店番やってくれたかき氷食べてね、ちょっとあと冷やかしに。あ、すごい、全部オリドサンドだ。86でしょ、でスープラ、スープラで GR86 30でマーヤの、わーすごいね。ちょっと調子乗ってシャーニーしてんじゃないぞ、はい、6900円。あ、見てください、すごい、こんなに長蛇の列が、あ、すごいですよ。マックスオリドブースに来ました。今日は新作がこれですねこれか、新作あっちいっぱいあるんですよ。新作これもですけど、あっちいっぱいあるんですよ。これは復刻ですか、新作じゃない、新作じゃない新作あっち撮影してんの。撮影してますよ、ワンド YouTube もノブチャンネル撮影許可取ったワンド YouTube は谷口 YouTube には勝てないから、勝てないからさっきだから逆にノブチャンネル出させてもらったノブチャンネルさっき来たよ、うん、あ、じゃあちょっと新作ありますので、ご覧いただきますので、まあ、そちらの方でですね、アドバンちょっと1000円じゃ足りないっていただくという形になりますけど、誰がデザインしたんですか。違います、あ、俺違う、だって違うんですよ、僕ね55931っていうのを作ってってお願いしたんですよ。なんで559で、俺3月31日生まれたから31っていうのを作ろうって言ったのに全然作ってくれない。次やらせていただきます。長い、ちょっと長い、ちょっと長い、5931ちょっと長い。M オリドプロジェクトの M はマサの M でもあるじゃないですか。なるほどなるほど、知らないでしょ。初めて知りました。うちのマサアキ版で、うちのおかんはミチコ版で全部一緒なの。なるほど、 M 版となわけ。なるほど、それをパクったね知らないでしょ。初めて知りました。 M オリドと M 版とは本当
ントとか M バンドなんですか？ M バンド、リズムが引き継がれてる。そう、今日は、僕はアルバイトしてます。最後まで登っていただいた下でやりたいと思いますので、お邪魔して、ぜひね、ご協力と申します、よろしくお願いします。今スーパー GT で森田さんと一緒に、はい、35車でドライブしております。ポルシェカップの、ランキングトップ、はい、すごいんです。今日は T シャツ売ってます。何でしたっけ、ファイナル小川亮のドライビングラジオ。はい、もうそれ大丈夫です。こうやってね、ちょっと恥ずかしい、はい、これから何やるんですか？これからじゃんけん大会だそうです。多分オレオさんとじゃんけんして勝った人が何かもらえるっていう。バンドマサさん来ましたよ。バンドマサさん知ってる人、GT 鈴鹿でね、優勝しましたからね。すみません、一言ちょっとインタビューで一言もらいます。どうぞ。19号車がスープラで走ってるっていうのを知ってる人ってどのぐらいいました？でもやっぱ手を挙げてない人はスーパー GT を知らないってことですよね。そこの方知らないです。いや、だから意外とこのオリパラに来てる人は GT ファン少ないんですよ。ああ。またね、ちょっとジャンルが違うんで、それはそれで面白いですよ。じゃあ、オリゾさんがペディグリーチャム食べてた時のことを知ってる人。なんでそういう話をするんだよ、いつも。え？オリゾさんが飼ってた犬を逃がした話知ってる人。あ、知ってます。やっぱそうです。あ、知って、あ、すいません、あんま喋んないでください。はい、すいません。ひどい、それは。ひどいですよ、これは。はい。はい、ということですね。やっときました。うちのブース。じゃ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 、なかなかないでしょ。LC286。ないでしょ。これね、素晴らしいですよ。で、今日はこの LC に、こう、かけて、こうやって乗ってって言って、まあ、いろんな方々をね、ちょっとやらさせていただきました。まあ、延べ500人以上の方々に満足してもらいました。この車最後国本坪井が乗って、まあ、タイで3位ですよね。その2010、カムイがねスーパー GT でデビューしたのもこの車ですし、僕なりに思い出があるんですけど、こうやってねレースが終わった後もいろんなところでこの車も活躍してくれて非常に嬉しいです。まあ、今日はですね、フュエルフェスト2023、レーシングプロジェクトバンドなりに、こうまあ、貢献できたかなと思ってますし、たくさんのお客さんと触れ合うこともできました。今後ともですね、レーシングプロジェクトバンドはたくさんの車好きを増やすためにいろいろといろんなところで行動していきたいと思いますので、次はあなたの街に行くかもしれませんし、ここに来てほしいっていうのがあればどんどん書いていただければなと思います。それではまた、じゃあね。